今年の東京パラリンピックで一応金メダルを取りまして、自身、まあ、金メダルの数はダブルスも含めると4つ目になって、最初はアテネパラリンピック2004年。藤井さんはお生まれになってますか？当時2歳ですか？そう、その時から一応この業界では一応金メダルを取りまして、今年もなんとか、この夏にも、まあ、本当に一番こう思い入れのある、なかなかやっぱり東京でこうオリンピック・パラリンピックが開催されることなんていうのも、どういう運が巡ってこないとこうやっぱり巡り合わない、ことでもあるし、自分自身が現役中っていうことも含めて、本当にこの奇跡のタイミングで、おそらく自分自身もちょっと、ね、キャリア的には晩年になっている中、そこに巡り合わせが来たっていうことすら幸運なのに、こうして、最高の結果を得られて、今は、まあ、すごく充実した、1年が送れたなっていうふうに思ってます。本日はよろしくお願いします。あ、はい、こちらこそよろしくお願いします。秋市の藤井と申します。本日はお時間を取っていただきありがとうございます。先ほど東京パラリンピックのお話ししていただいたんですけど、その確か前回のリオパラリンピックの時はなんか怪我の影響などもあったりして、やっぱり今回の東京パラリンピックでは本当に特別な思いというのがあったんでしょうか？そうですね、まあ、リオの時は自分自身の、まあ、コンディションの影響もあって、やっぱり自身の力を 100% 出せたかっていうとそうじゃないっていう、まあ、ただそのまま終わってしまって、ちょうど若い選手たちも出てきたタイミングだったので、周りの方々はやっぱりなかなかこう、もう僕の時代も国枝の時代も終わったなっていうふうに、多くの方々が見ていたと思うんですけれども、やっぱりそれをどうしてもこう見返してやりたいという気持ちが、リオの後は、まあ、すごく強くて、自分自身もそれを原動力に世界ナンバーワンにまた復帰したりだとか、今回の東京パラリンピックでもやはり、金メダルを取らないとその時の肘の痛みというのが本当ただの言い訳になってしまうところもあるので、まあ、そういった思いも含めて、期するものが、はい、あったというふうに思ってます。先日、リオのタイトル本当におめでとうございました。あ、はい、ありがとうございます。まだまだ伝説の始まりだと思うんですけれども、将棋界では、ね、こう名人とそれ竜王っていうのが一番最高峰のタイトルだと思うので、まあ、僕自身も、これから藤井さんがどんな風にこう伝説を作ってくるのかっていうところがなおさら、楽しみになってます。そうですね、今年は、はい、本当に竜王という本当に、まあ、将棋界最高のタイトルを獲得することができて、そうやっぱり自分自身とても本当になんか思った以上の結果、なんか実力以上の結果が残せた一年だったかなというふうに思っていますし、またそういった本当に大きな舞台をいろいろ経験することができて、なんかとても、そうですね、成長できた一年だったのかなというふうに自分自身感じています。小学生の頃には、ね、将棋のルールをかじったぐらいで、一番の仲のいい友達と、まあ、結構こう休み時間とかにこう将棋を指したりとかって時があったんですけど、ちょうどロンドンのパラリンピック2012年の時にですね、肘を痛めまして、まあその期間中やっぱりこうなかなかトレーニングもしちゃいけないし、テニスもしちゃいけないっていう時期があったんですね。でその一番の仲のいい友達から、まあせっかくの機会だからこういう時にちょっと昔やってた将棋やらないかみたいな話になってそれ最初にマグネット将棋から、はい、始めてたんですけど、もともとねこうスポーツやってても負けず嫌いな性格があるので、やっぱりその時は五分五分ぐらいだったんですよ、はい、それでまたちょっと1ヶ月後ぐらいに会ってやろうぜみたいな話になってでちょっとその1ヶ月の間に図書館に行ってたくさん本を書いてきて10冊ぐらいガッと書いて、それでこう研究とかもして、はい、よく中飛車と石田流を指すんですけど、はいまあ、そういう
戦法とかもこう研究しながらってやると、やっぱりその五分五分だった勝敗も、はい、次1ヶ月後には本当に10回やったら10回勝ったみたいな感じになってすごい成長ですね。楽しいなというところからこうハマってって、本当に今でも毎日将棋ウォーズさせてますし、もうそれぐらいの趣味の中で、楽しくやっております。あ、はい、ありがとうございます。いや、本当にそういうふうに将棋に触れていただいたらとても嬉しいです。テニス自体あれですか、ご覧になったことあります？まあ、やっぱり錦織選手とか、はい、大阪選手とか、以前羽生さんと対談させていただいたときに、はい、羽生さんはそのスポーツの中で一番テニスがこう将棋に近いんじゃないかみたいなことをおっしゃってたことがあって、実際その結構ヨーロッパの選手とかは試合後のコメントで、今日はなんかチェスのようにこう相手を支配できたみたいな例えに結構チェスがよくされたりもするんですよね。僕もかっこよく将棋のようにっていうふうに言いたいんですけど、自分の腕前を考えるとなかなか言えない部分もあって、で実際そうやって何かこうスポーツを例えばご覧になってて、あ、なんかこういうところが将棋と共通することがあるのかとか、そういうふうにご覧になられることとあるのかなっていうふうには、はい、なるほど。そうか、いや確かにこれまでとあんまりなんかそういう共通点を意識してみたことはなかったんですけど、やっぱりテニスと将棋だと同じなんかまあ単性ということもあって、結構なんかそれで少しずつなんか自分の方が優位な体制を築いていくって、確かに言われてみれば少し、はい、確かに似ているところがあるかもしれない。なんかちょうど僕ぐらいのいわゆる将棋の実力だとですね、本当に3手詰めまでしかできないんですよやれても、でも3手詰めさえも分かんない時もあるんですけど、もちろんでもなんかそれって結構テニスが3手詰めだったりするんですよ、はい、5手詰めまではいけないんですよね、テニスって。こうやっぱり相手がどう返してくるかっていうところをこう予測しながら、もう例えばこうここに打っとけばもうここに返ってくるよねっていう、なんかその予測のもと動いてるんですね、みんな。それがやっぱり外されてる時っていうのがどうしてもこう相手にエースを取られてしまう時だったりとか、こちらのバランスが崩されて相手に一気にチャンスがいく場面だったりもするんですけど、膠着しているラリーの時っていうのはやっぱりここに打っとけばここに返ってくるっていう、本当に3手詰めみたいな感じでやってるところがあって、やっぱり自分自身の、でも将棋とちょっと違うところはもしかしたらこう正確にそこにコントロールすればするほどこっちに返ってくる率が高くなってくる。その将棋も一緒ですもんね。もうここに刺したらもう90何パーこっちでしょみたいな感じなんですかね結構テニスはもうそれでこう考えてないとちょっとラリーがなかなか成立しないところがあって、もう 50-50 でこう相手が打ってくるコースを張ってるとどうしてもうまくいかないんですよね。こっちのコースはもう捨てちゃうっていう考え方をしないと、自分の優位に立てないので、まあ、その辺やっぱりもしかしたら共通してる部分なのかなと思ったりとかもするんですが、多分それよりもさ、もっと深く3手詰めの領域じゃないのか。あ、いやいやいやでも、もちろん持ち時間が長い時ではやっぱりいろいろなやっぱり手を考えるんですけど、ただやっぱり将棋も早指しの時だと、はい、なんか結構まあ、多くの手を読むことができないので、そうですね、そういう秒読みの時とかやっぱりそういったテニスの本当にラリーのような感じで、なんか本当に結構相手の手をピンポイントで予測してという感じの考え方に近づくなってくるかもしれない。でもテニスだと本当になんかボールを打って帰ってくるまでにそれを全て読まないといけないので本当に大変ですよね、はい、竜王
戦は何どれぐらいなんでしたか。あ、持ち時間8時間8時間、はい、あの封じ手があるやつではない。あ、2日制で、はい、封じ手もあって、はい、あ、なるほど。そういう時はあれですか、1日目終えて、はい、あのどういった心境で2日目を迎えたり、やっぱり眠りがこう浅くなったりだとか、するんでしょうかね。あ、はい、そうですね、やっぱり1日目 の、 その結構形勢にもよるところはあるんですけど、ただやっぱり2日制の体調だとなんか結構体力勝負というか、最後までその集中して考えられるかどうかというのが結構大きなポイントかなとも思うので、なんかそうです、最近は結構どんな状況であってもなんかあまり局面のことを考えずにすぐに寝てしまった方がいいのかなというふうに思って言います。ちなみに何時間ぐらいお眠りになれるんですか。このそういう体調の時だと本当になんかもう夜10時ぐらいに寝てしまうので、多分なんか8時間から多分9時間ぐらい寝てられると思います。そうです、結構スポーツ選手の方だと本当にそういうメンタルという部分もとても大事だと思うんですけど、そういう、その試合に臨む上での気持ちなどはどのようにコントロールされているんでしょうか。やっぱ眠りはすごくこうナーバスになる部分でもあって、パラリンピックの時なんか本当に毎日のようにやっぱりこう眠剤を飲んで、あのやっぱ夜が怖いんですよね、眠れない時が怖かったりもするので、本当に薬飲みながら、毎日なんとか眠るっていう感じではあったんですけれども、結構よくその試合の日に思うのは、こうあんま僕人と喋りたくなくなっちゃうんですよ。なんか喋れば喋るほどこう体の体力が一つずつ失われてるような感じがしてしまうというか、100あるあの体力が喋るごとにちょっとずつ減ってるみたいな感覚になるんですけど、何かこう対局の日にこう、はい、僕はだから人と喋らないっていうことをちょっと心がけてることにするんですけど、はい、心がけてらっしゃることとかってありますか。ああ、そうですね、やっぱりそれだと持ち時間が長い場合が多いので、なんかやっぱりスポーツほどなんかそのあたりシビアにではないのかなと思うんですけど、やっぱりまずは前日に結構やっぱり早めに寝るというのと、あとはこうなんか対局が始まって初手を指す前に一口お茶を飲むというのを最近は結構続けていて、なんとなくまあそういうルーティーンを持つことでなんかまあ結構なんかまあいつも同じような気持ちでなんとなく臨みやすいのかなというふうにも、はい、感じています。ルーティーン持ってらっしゃるんですね、やっぱり。そうですね、あまりなんか深く意識しているということではないんですけど、はい、一応なんとなく、はい、続いていて。テニスは結構長いスポーツっていうふうに思われるんですけど、例えばこう1試合が2時間かかったりだとか3時間かかったりとか、はい、実際こうハイライトとかでプレーしてるだけの時間を、動いて打ってるだけの時間を抽出すると本当に15分から30分ぐらいで終わるんですね。なのでということはほとんどがこう間のスポーツでもあって、実際こうサーブ打ってポイント終わって次のポイントまで一応25秒間許されるんですよ。でその25秒間をいかにこう使うかっていう、ちょっとメンタル的なスポーツでもあって、次のサーブ打つ前にやっぱりこういかに強気の自分でこうサーブを打てるか、やられてる時なんかどうしてもああまずいなと思ってやっぱりサーブ打ってしまうとどうしてもミスってしまうしっていう、本当に心がこのショットにものすごく現れるのを、まあ、すごくいつも実感するんですけど、その間がどうしてもこう雑念を生んでしまったりだとか、悪い方向に悪い流れの時には行ってしまうので、やっぱりそういったなんかルーティーンを持つことでその間をこう埋めていくという、それはすごく僕は普段から意識しているところで、
サーブ打つ前も2回こう地面に、はい、あのファーストサーブの時は2回ついたりとか、ファーストサーブミスったら今度4回ついたりとか、あとはチェンジエンドの時も60秒間 の, あのベンチでのこう休憩時間があるんですけど、はい、あれもこうスポーツドリンク飲んでバナナ食べて水飲めばちょうど心拍がタイムっていう風に言われたりとか、はい、もういかにその間を同じ動作でこうルーティンでこう埋めていくかっていうのは、なんかその精神状態をなんかこうアップダウンさせないのに、まあすごく意識してるところではあって、そういったお茶を多分お飲みになって心を落ち着かせたりだとか、例えばこう自分が刺してから相手が刺すまですごくこう長い時間の時ももちろんあるじゃないですか、はいはい、もうその時にはもうフル回転されてる、いやちょっと休んでる時もそうですね、やっぱりなんかやっぱ持ち時間が長い時は結構そうです、相手の考慮中にすごく集中してというよりはなんか少しなんか一旦落ち着いて見て、なんかもちろんある程度考えてはいるんですけど、なんかまあ少しそれをまあ自分の手番の時と比べると少し緩めてという感じで、なんかこうやっぱり対局長いのでなんかずっと集中してると疲れてしまうということもあって、なんか少しそういうなんか緩急をつけるように、はい、しています。そうですね、あの劣勢な場面をどうあの覆すかっていうところはテニスももちろん難しいんですけど、どういったもう心境もでもそんな心境っていうレベルの話じゃないんですよねきっと、もうとにかくこの状況をいかに打破するかっていうところにやっぱりもう頭がフル回転されて、心はなんかあれなんですか、例えば僕らの場合はこのままだったらやられてしまう、ちょっと焦りが出てきたりとかっていうのはやっぱりあるんですけど、そういったこう焦りだとか、はい、っていうことはないんでしょう。あ、いやいや、やっぱり将棋の場合だとなんか結構劣勢な局面というのはなんかこちらがいくら頑張ってもなんか相手にうまく支えたらなんかそのまま負けてしまうということでもあるので、結構なんかそうですね、自分自身結構どういう気持ちですか、はい、なんか難しいなというか、むしろ今日教わりたいなというぐらいなんですけど、例えばそういったメンタルがこの指し手に影響されるっていうことはあったりするんでしょうか、はい、そのやっぱりそれは結構あるかなと思います。やっぱりそうです、なんかコンディションがいいときは結構よりなんか積極的な、まあ、踏み込む手を選べるというか、なんかそういうそのリスクのある手もその選択肢に入れて考えることができるのかなと思います。やっぱりなんかそうじゃないときはどうしてもなんか無難な手の方をどうしても考えてしまうというようなことはある気がします。なんか AI だったらそれこそメンタル的なことがこの指し手には全く関係のないことではあると思うんですけど、だからそういった藤井さんがやっぱりメンタル的なところで指しても変わるっていうのはやっぱり AI にはないところでもあるのかなとちょっと思ったりもしたので、はい、そうですね、やっぱり AI は結構そういうリスクを取るのもなんというか、まあ、迷いがないですけど、なかなかそうですね、やっぱり人間がどうしてもそういうリスクをなんか嫌ってしまうところがあるので、ただ結構そこをなんかその自分の読みを信じてそういうやっぱりリスクを選べるかどうかっていうのは結構変わってくる、なんかその、まあ、自分を信じるというのはやっぱり対局する上で結構大事なことなのかなという気がします。相手に押されている時でもやっぱりうまく気持ちを保つというのは、どういう何か先ほどのルーティンの話もありましたけど、はい、そうですね、まあ、もちろんなんかこのままじゃいけないから やり方を変えないといけないっていう、まあ、思考になってきて、今のプレースタイルではやっぱり相手に通用しなかったら、はい、じゃあ違 こう引き出しを開けて、違うことをやってみようだとか、なぜこの流れになってしまっているのかっていうのをとにかく冷静にこう分析しようと、努めている自分がいますね。だからあまりこう焦りだとかっていうよりは、やっぱりこの状況をいかにこう打開するか、打開するために何が必要なのかをこう常に考えてはいますね。試合中でもその今の状況だったり、その相手を見ながらかなり戦術を
かなりいろいろ工夫されて変えられたりしている。そうですね、やっぱりその修正力っていうところが、うん、本当にテニスの選手にはすごく求められるところで、そこが僕の強みでもあるんですけど、本当にこう相手に完全に流れがいってる場面でも、まあ、それをこうなぜいってるのかをやっぱり分析して、はい、自分の流れにちょっとずつ持っていくっていうのを、まあ、得意としているところがあって、あ、はい、そのやっぱり修正力っていうところで今まで人と差をつけてきた部分でもあるかなっていうふうには、はい、自分では思ってますね。そうです、やっぱり自分の場合だとなかなかそういうなんだろう、やっぱり不利な状況だとどうしてもなんかその状況に引きずられてしまって、結構それ冷静に本当局面を見るって結構難しい時があるので、いや本当にそのお話はとても参考になりました。普段から食べるものって気にされたりもするんですか？あー、いや自分の場合でもそれほどなんか普段の食事に気を使っているわけではないです。なんかやっぱり体調ごとには少し食べる量であったり少し気にするところはあるんですけど、はい、普段は全くで、結構国枝さんの場合は結構やっぱり普段からそういう食生活はかなり気を使われているでしょうか？そうですね、やっぱり特にやっぱ30超えてから本当に食べるものが本当に血肉となってるなっていうのをすごく実感して、リカバリーだとか、やっぱりその日の体調にもすごく影響するのを、もちろん食事で失敗して試合がダメだったっていうことも、経験もあるので、そうですね、その辺のやっぱり口に入れるものに対してはすごく気を使っている部分はありますね、はい、何でもこう食べたいものを食べる時にはなんか行かなくなってるっていうところはあってそれはやっぱちょっと引退してから、はい、思い切っていただこうかなっていうように思ってるんですけど、どんなものあれなんですかね、ラーメンとか食べられるんですか？自分は結構はい、好物なんですけどラーメン屋とかじゃああれですか、行ってこう巡ったりとかもされるんですか？最近はなかなかお店には行けない。そうですよね、ないですけど割となんか食べるもので、お昼食べるものでやっぱりね、お腹が満たされるとちょっと眠気もね来るっていうのは、でも戦闘中だからそんな風に思わないの。僕も結構試合大会期間中とかも、はい、やっぱり食べるタイミングをすごく気にはしてて、はい、テニスってこう何時に始まりますようで始まらないスポーツなんですよ、はい、前の試合があったりとかもするので、はい、前の試合が終わるまで入れないスポーツで、前の試合が30分で終わることもあれば、はい、先ほどの3時間かかってしまうこともあって、それが例えば今日のじゃあ第3試合ですよって言われると2試合分気にしなきゃいけないんですね、前の試合が終わるタイミング。そうなると逆算していくと食事のタイミングとかを取るのがやっぱものすごくその計算しづらくなってくるっていうスポーツでもあって、なんかそれを食べるタイミングをやっぱり間違えてしまうとちょっとこうお腹に残ったりとか、あまりにこう時間が空きすぎて今度試合前にお腹が空いてきちゃったりとか、すごくその食べるタイミングっていうのも気にしたりもしますね、はい。やっぱり結構すごい本当に試合の時にそのいいコンディションでやっぱり出るというのはかなりやっぱり大変そうですね。あとはやっぱりチェンジエンドの際にいかにこう栄養補給をするかっていうところもすごく大事で、だいたい15分間の運動量がバナナ1個分みたいなふうに言われたりもするんです、はい、だから結構みんなバナナを食べたりとかっていうところを、はい、してるんですけど、あれですか、対局中はお食事のお食事と、まあ、おやつとかの時間以外は、はい、食べちゃダメなんですか？あ、いえ、そういうわけでもなくて、はい、結構自分の場合結構普段の対局だとチョコレート、はい、持参して食べていることが多いんですけど、結構将棋界でも最近バナナを食べられている方が多くて、それは結構テニス界を参考にしているかもしれないもう本当にコートに一房持って、はい、入ることもありますけど、ふだんの、はい、食事やっぱり
の人なんかどんなものを食べるといいというのが何かあるんでしょうか。あ、まあ、そうですね、まあ、もちろんあの一番やっぱバランスよく、はい、もうあのタンパク質だか、まあ、サラダとかも含めてこうバランスよく食べるのを一番重要視してますけど、すごく大事だなと思うのは、結構運動直後の30分後ってこうゴールデンタイムとかよく言われるんですよ、はい、我々の、 あの世界では。例えば筋トレした後の30分以内にプロテイン飲みなさいとか、はい、あのよく試合終わった後も30分以内に炭水化物何か体に入れてエネルギーの回復しなさいと、はい、本当にそれだけで全然違うんですね。翌日 の、 あの疲れだとか、その日の夜のこのだるさだとか。だから本当に終わってすぐあの食べるっていうのを、まあ、すごくこう意識したりもしますね、はい、よくあのシャワー浴びる前に食べろって言われますね、はい、もう結構汗だくで着替えたいけども、はい、着替える前に食っとけよってよく、はい、栄養の方には言われたりもしますね。タイミングが大事なんですね。タイミングものすごく大事ですね。